革命広場にあるホセ・マルティ記念碑の前で演説するフィデル・カストロ・フィデル・カストロ暗殺未遂事件。未遂事件は国家元首就任時から長縁の療養に伴い弟のラウル・カストロへ議長職を暫定以上し一線を退りいた2006年まで638件にも上り暗殺されそうになった回数が最も多い人物として2011年にギネスブックへの掲載が決まった。 アメリカ合衆国は第二次世界大戦後極秘裏に海外の要人に対する暗殺、ないしは暗殺未遂事件に関与した。しかしながら同国政府は長期間にわたり国際連合検証に抵触する、こうした計画の認知を拒否してきた。例えば、リチャード・ヘルムズ中央情報局局長は1972年3月5日、我が職員により行われたり、 支援されたり、提案されたような活動、または、作戦は存在しないと宣言している。だが、1975年に、アメリカ合衆国上院は、諜報活動に関する政府の作戦を、究明するための上院秘密委員会を召集した。CIA 並びに、その他政府機関が、暗殺関連の意思決定をしている最中に、口実をつけては否認していたことが、委員会にて、 暴露されてゆく。部からは暗殺計画についての証拠隠滅を図ることにより、上司の責任を故意に隠蔽した一方で、連絡の際に遠曲国や暗号を用いて、当該活動を暗黙のうちにし、チャーチ委員会では、CIA が1960年から1965年にかけて発見の暗殺未遂事件を起こしていたと発表した。フィデル・カストロの護衛に当たっていたファビアン、 エスカランテキューバ班長法庁元長官は CIA による暗殺計画または暗殺未遂事件を638件と推計している。いずれにせよ CIA なりが州国政府機関が暗殺計画に手を染めていた事実は揺るがない。そのうちいくつかは CIA が極秘裏に実行したキューバ政府打倒を目的とするキューバ計画の一環とされる。 タバコにボツリヌス菌を染み込ませる、スクーバダイビングスーツにバクテリアを注入する、海底に偽装爆弾を仕掛けた巻き替えを置く、ブラックリーフ40なる劇薬を入れた注射針を仕掛けたボールペンを作成するなど、その手法はまさにマフィアそのものであった。また、カストロがキューバのアーネスト・ヘミングウェイ博物館を訪れた際にも爆殺計画が存在した。2006年には、 イギリスの公共テレビ局チャンネル4にて、ドキュメンタリー映画、カストロ殺害638の方法が放映され、計画の一部が日の目を見ることとなる。これら暗殺未遂事件のうち一件は、1959年に知り合った元恋人のマリタ・ローレンツによるものであった。ローレンツは CIA の工作員とされ、毒薬を持った。 コールドクリームの瓶をカストロの部屋へこっそり持ち込もうとしたという。カストロがその事実を知るや、ローレンツに銃を私自身を殺害するようにといったものの、結局は至らなかったと伝えられる。殺人ではなく誹謗中傷を目的としたものもある。例えばタリウム酒を用いて顎ひげを抜け、落とさせたり、ラジオ局のスタジオに LSD を噴霧し、放送中に、 人事不正に陥らせイメージダウンを図るなどであった。そのような中でもカストロはかつて数多くの暗殺未遂事件に関し、続行中の暗殺未遂事件がオリンピックのイベントであれば私は金メダルを獲得しているであろうと述べている。カストロは2016年11月25日に90歳で病没し天寿を全うした。合衆国政府が 機密解除した文書によると、ケネディ政権は CIA に強圧をかけ、カストロ問題の解決を迫ったという。ケネディ大統領に対する好印象を作り上げるのを目的に驚くほど多くの暗殺計画が立案された。CIA や国防総省、国務省を巻き込みつつ、以下の暗殺計画は5段階に分けられていく。2007年に機密解除された CIA の文書によると、 一件の暗殺未遂事件については、ケネリと関係の深いサルバトーレジアンカーナをはじめジョン、ロッセイリアさんとトラフィカンテといった巧妙なアメリカ人ヤングが関与。ピックスワン事件発生前の出来事であった。資格アウトフィットでアルカポネの後継者を務めており、ケネリの大統領選挙の不正にも手を貸したジアンカーナやマイアミシンジケートの首領、トラフィカンテは、 フィデル・カストロ暗殺の可能性について CIA と密に接触。ラスベガスシンジュケートに属していたロッセーリはマフィアの首領との接触に利用されることとなる。CIA からの仲介者はキューバで複数の国際ビジネスに当たっていたが亡命を余儀なくされたというロバート・マヒューであった。マヒューは1960年9月14日、ニューヨーク市内のホテルでロッセーリに会い、カストロの 除去も黒身15万ドルをロッセイリに提供。マヒューの仲間と言ってはいたものの、実際には CIA の作戦支援部隊の隊長であったジェームズ・オコンネルが密会の場に立ち会っていたという。しかし機密解除された文書では、ロッセイリやジアイカーナ、トランフィカンテガー計画のために提供された資金を受け入れたかどうかは明らかにされていない。CIA のファイルによると、 カストロの食料や飲料に毒物を混入するよう提案したのはジアンカーナであったという CIA 技術サービス部が製造したそのような毒物はジアンカーナから推薦を受けたフアン・オルタという人物に与えられているなおジアンカーナはオルタをカストロと接触していたキューバ政府の要人として推薦伝えられるところによるとオルタはカストロの食料への毒物混入未遂事件を複数 起こした後、計画からの離脱を突然要求、名前は不明だが、他の参加者に引き継いだという。その後、ジアンカーナやトラフィカンテは、アンソニー・ベノナ博士を巻き込んで、第二の暗殺未遂事件を実行することとなる。ベノナは、キューバ亡命軍事政権の主犯を務めていたが、トラフィカンテによると、軍事政権という、明らかにうだつの上がらない組織に不満を抱いていたと、される。 ベノナは、費用として1万ドルと1000ドル相当の通信手段を要求。しかしながら、暗殺未遂は、ピックスワン事件発生により延期されたため、どのくらいの期間行われたかどうか明らかではない。CIA は、カストロ以外にも、ラファエル・トルヒーヨや、パトリス・ルムンバ、ゴディン・ディエムといった海外の要人の暗殺にも、関わっていたとして、批判を受けてきた。チャーチ委員会では、暗殺を、 外交の手段として用いることを春虚しており、こうした事態をアメリカの信念や国際秩序、道徳性にそぐわないと述べている。連邦議会には同様の事態を二度と起こさないよう、関連法案の作成を求めたものの、立案にさえ至っていない。ただしジェラルド・フォード大統領は1977年、合衆国政府は何人たりとも暗殺に携わるか陰謀を企む者を利用しない。 ことを歌った、大統領命令1905を発布した。ありがとうございます。